はい。c ミス m i s t r y w e です。えー、っと、今回は1月の論文で反応開発、反応開発系の論文が、まあ結構ハイインパクトファクターなジャーナルに、えー、っと、載ってて、その中から4本選んで、えー、っと、軽く紹介していくっていうのをやりたいと思います。はい。えー、っと、 ここに挙げてる、えー、と人間有の、えー、と論文について紹介するんですけど、えっ、ー、と、題名が、まあ、ざっくり、えっ、ー、と、β ラクトンを作れる反応っていう感じなんですけど、まあ、それだけバッと効いてあっそうって感じだと思うんですけど、β ラクトンってこの構造で、要因感を持ってて結構歪みが、えー、とある構造をしています。 こういう感じの、えーとまあ、単純なカルボン酸でここの CH 結合をパラジウムの触媒を使って活性化してやってそれでこの高い歪みを持ったこの化合物を作れますよっていう、まあ、結構結構というかかなりすごい反応でまあえっ、ー、とネイ、ね、っちゃうかなに乗った反応ですで、えー、とこれはあの歪みがかなりある、えー、とラクトンなので、えー、と嗅覚剤を入れるとこうやってあの 反応してくれて、最初と最後だけ見ると、ここの何もなかったツルツルの、えっと、ベータイの炭素に、ヒュッと、ここに2ステップかけると、えぇ、ー、嗅覚剤が生えてるよっていうので、あの、まあ、CH アクティベーションっていうのがあって、えっと、何もない、ただの CH 結合のところに、何か反応器を入れましょうっていうふうなもので、 えっと、まあ普通の反応だと、まあ何もないところに、まずまあブロモ化とか何か反応性のあるようなものをつけて、そこから反応させるんですけど、えー、っとそれをなくしましょうっていうのがまあ最近流行ってて。でまあそれのうちの一例っていう感じでやっています。でまあなんか、えー、っとまあ僕反応開発あんまりよく知らないというか、 全然専門家じゃないんですけど、まあ、えっと、ロム読んだ感じだとかなりあの読みやすくて、なんかどういうふうなプロセスでこの形に至、えっと、ったかっていうのが、なんかざっくり面白く書いてあって、すごくわかりやすかったっていうのと、あとなんかまあ、えっと、最終的に、えっと、薬のライブラリーというか、あの、薬の骨格にいろんなこの、 吸着剤を与えて、まあ、いろんな化合物を作って、まあ、えっ、ー、と、たぶんそれからスクリーニングに使えると思うんですけど、まあ、そういう感じのことをやってたなっていうふうな論文です。はい。<laughs> えっと、CH アクティベーションの論文をもう一歩、えっ、ー、と、紹介したいと思います。えっ、ー、と、Nature Chemistry に通じ、えー、た論文で、えっ、ー、と、この3級アミンを持ったこういう構造が、えっ、ー、と、パラジウム触媒で、この1,2,3,5のアルファベータ、ガンマイの、えー、と CH 結合が、 活性化されて、えー、っと、まあ、なんか、えー、っと、方向族を持ったようなやつをぶち込めるっていう、まあ、そういう感じの、えー、っと、反応になってます。で、まあ、これの、えー、っと、途中の中間体が、えー、っと、この N がパラジウムに入りして、この CH 結合を切って5因、五陰間五陰間を形成するっていう中間体を減るらしくてで、その時に、えー、っと、副反応が、えー、っと、β 水素脱離っつって、えー、っと、ここの水素が、 えっと、綺麗って、ここに二次結合できるようなえっとパスがあるらしくて、えっと、それ、そっちに行くか、それともこの CH 活性化のえっとパスを減るかっていうのを、なんか計算価学でえっと検討してて、で、リガンドを調整することによって、えっと、その、こっちの CH 活性化の方に、えっと、誘導できるみたいな、そういう感じの、えっと、ことが書いてありました。で、あと、この反応は、例えばここに、えっと、メチルキが入ったりすると、ま、ここにこう、 不正が出るんですけどこれも、えっとえー、不正点を持つリガンドを入れることによってここの、えー、っと不正合成もできるよっていう風な感じでまあ結構、えー、いい反応だなと思いました、まあえー、っとこの論文もさっきの人間への論文もそうなんですけどこういう元々あるある酸球アミンだとかあとは、まあ、さっきのカルボン酸だとか,なんかそういう元からある、えー、っと範囲しかも、えー、っと特別なやつじゃなくて よくあるやつを使って、で、ちょっとあの遠隔位のやつを、えー、と変えていこうっていうのが、えー、とまあ、さっき紹介したやつも含めてあるんですけど、まあ、そういうのが最近あるんだなっていうのが分かって、へーってなったっていう感じです。はい。はい。えっ、ー、と、まあ、紹介する論文は、サイエンスの論文で、えっ、ー、と、ビスマイス触媒を使って、方向族についたボロンサンエステルをフッ素にすると、まあ、そういう感じの反応になっています。で、 えーまあ、ざっくり、こういう基質っていうのは、えー、とよく鈴木みわる反応とかに使える、えー、と主役で、まあ、すごく範囲あのいろんな、えー、とものが使われているもので、でそれのフッ,素でフッ素がついたやつっていうのがなんか農薬とか薬に使えるっていう話で書いてあって、でまあ、それを、えーとまあ、その反応、このボロン酸エステルからフッ素にするっていう反応は、まあえーとまあ、よく研究がされてきたと。で えー、まあ、えー、量反応って言って、なんかまあ、投量の金属とかをバーンってぶち込んで、フッ素にするって反応は、まあ、えっ、ー、と、列挙されて、まあ、いくつかあって、で、触媒でやるってのが、えっ、ー、とまあ、1例しかないと。で、それがパラジエの触媒を使った1例しかないっていうので、まあ、今回はビスマスキャタリス、ビスマスを使った、えっ、ー、と、触媒でできましたよって話なんですけど、えっ、ー、と、もう一個、えっ、ー、とまあ、その、1例しかなかったのに2例目っていうのもあるんですけど、まあ、もっとすごいことがあって、 えそれはまあ、えっ、ー、と、ビスマスを使った、で、しかもビスマスの酸化還元を使った触媒っていうのが、えー、確か初めて、いで確認しますけど、確か初めてで、えー、しかもビスマスっていうのがそのパラジウムとか、えー、まあそれこそ白金とか、そういうなんかいろいろ今までよく使われるやつ大体金属ですごい高いんですけど、ビスマスはかなり安くて、そのビスマスでできたっていうのが、えー、っと、かなり大きいというか、まあその安いやつでこういうレアな反応ができたというのが、 いいいよねっっていうので多分だ,ったんだと思いますでこの論文,文こういう、まあ、レドックスキャタリスっていうらしいですけど、えーっとまあ、パルジウムとかもそうですけどなんか価数金属の価数が変わってそこで一周元に戻すに、えー、っときに生成物ができてると、まあ、そういう感じのやつでそのビスマスもこういろんな価数を取らせてって、えー、っとだから最初がトランスメタルか酸化的負か 還元的だすりみたいな感じで、こう、それぞれのステップがあるんですけど、そのそれぞれのステップを結構細かく検討してて、なんか結晶を取ったりとか、まあなんかいろいろ点数を入れてみたりだとか、あとは、なんかアイリングプロットだったかなアイリングプロット、ハメットプロットとってなんか反応機構を考えたりとか、なんかまあそういう感じの、えー、っと、こう、各ステップを、えっと、考察されているっていう印象で、まあ結構、えっと、読みやすかったというか、門外観から見てもかなり分かりやすいなっていうふうな、 ええっっと、とと、論文だと思いい、い、ます。す、はい。ははそんな感じです、はいえー、っとサイエンスに載ったやつなんですけど、えー、シュミット反応っていうのがあってこういう、えー、ケトンを網戸にしたりとかケトンを、えー、こういう緑色にしたりとか、まあ、そういう反応があってまあかなり網戸、えー、と,とかっていい部分構造で、まあ、かなり有用、えー、性が高かったんですけど、えー、問題があってマジカ水素を を、えー、と使って普通はやるんですけどアジカ水素って爆発するし、毒性めちゃくちゃ強いし、揮発性高いし、もうなんか最悪、オブ最悪みたいな試薬で、例えば大スケールであったとして、まあ、なんかこう、あっ、なんか穴開いて漏れちゃったみたいな、次に全員死亡みたいな感じで、なんかすごく辛いので、えっ、ー、と、まあ、かなり使用が制限されるというか、えっ、ー、と、まあ、危ないし、えーと、できるだけ避けようみたいな感じのことがあったんですけど、 それをなんかニトロメタンっていうまた別のえっ、ー、とものでえっ、ー、と代用できましたよっていうふうなえっ、ー、と論文になってます。でえっ、ー、とニトロメタンを使ってあアミンあ違うケトンをアミドにしたりえー、アルデヒドを、えー、ニトリにしたりまああとえっ、ー、と似たようなやつでえー、これもアミドか。 はい。で、まあ、この構造、あのそう、最近の、ちょっと自治ネタ医療かなと思って、あの、最近新型コロナウイルスがすごく流行してて、えっ、ー、と、日本科学会年間も中止か否かみたいな、そういう瀬戸際なんですけど、まあ、あの、日本政府が、えっ、ー、と、薬として使おうよって言ってる、このアビガンっていう薬があって、まあ、これも、ここに、この構造、ちゃんと入って、薬に使えるって話なんですけど、<laughs> まあ、あの、これ自体は多分この方法で、えっ、ー、と、シュミット反応で作ってないと思うんですけど、まあ、 ちゃんとあるやんと思っておおってなりました。はい。えー、網戸にしたりとか、まあそういう感じの、えー、っと、これは条件によって変えられますよみたいな話だったりとか、あと、このケトンを、えー、アセチレンじゃないわ、内部アルキンのつい輪で、えー、ケトン作って、そこからやったりとか、あと、アリルイを酸化して、えー、アルデヒドかな、多分これは。まあ別に伸びててもいいと思うんですけど、そこから。 こうういであのかなりえー、っと試薬が簡単なものが多くてうちにもあるなって思ってまあ結構えー、うーんまあ覚えといて損はない反応かなというふうには思いましたはいえー、っとじゃあ反応反応開発かな反応系の論文を4法、えー、紹介しました まあ軽く読んだだけなので、えー、っと間違えてるところとかあるかもしれないですけどそしたらあの、えー、コメント欄に、えー、っとぜひ、えー、コメントくれるとすごく助かります。はい、いじゃあありがとうございました。